4月の明暗境界線国際宇宙ステーションから見た明暗境界線。明暗境界線はぼやけているが、この部分は白明の状態である。季節ごとの明暗境界線。春分、秋分の頃は地球に対してまっすぐになっている。明暗境界線とは惑星において、光の当たっている昼の側と暗い夜の側の間にある線のことである。 太陽からの接線との交点の軌跡として定義される。明るくなっている半分の場所は惑星自体の時点と恒星の周りの公点によって、1日の中で時間によって変化する。また季節も明暗境界線に大きな影響を与える。時点する惑星の基準系では明暗境界線は日の出の地点と日の入りの地点である。明暗境界線を調べることで、 その惑星の表面の状態について情報を得ることができる。例えば、線がぼやけていればそれは大気の存在を意味する。下死と当時の日には、明暗境界線は軸から23.5度傾いた特別な角度をとる。アマチュア無線愛好家は、明暗境界線の状態により恩恵を受けている。明暗境界線上の点から反対側の端までラジオ波はそれに沿って長い距離を。 進めるからである。極付近を通る場合を除いて、コンコルドとつ -144 は、明暗境界線の移動よりも早く飛べる飛行機である。ある夕方にヒースロー、またはパリを飛び立ったコンコルドは、日の入り前には、目的地に着くことができる。この時コックピットからは、西から昇る太陽を見ることができる。ありがとうございます。